ジョージ・アンドリュー・フィリップスは、アメリカ合衆国アラバマ州出身の、元プロ野球選手。ニューヨーク・ヤンキース時代高校卒業時の1995年に、ミルウォーキー・ブルワーズから、MLB ドラフト41巡目で指名されるが、契約せず、アラバマ大学に進学。1999年、ニューヨーク・ヤンキースから、MLB ドラフト7巡目で指名され契約。 2004年9月14日、対カンザスシティロイヤルズ戦の9回表に、ダイソーでメジャーデビュー。9月26日、フェンウェイパークで行われた対ボストンレッドソックス戦の8回表に、代打で出場し、メジャー初打席でグリーンモンスターを超える2来本塁打を打った。メジャー史上21人目の初級初打席初本塁打だった。2006年は、 ジェイソン・ジアンビラ主力選手の故障で出場機会が大幅に増え、主に一塁種で110試合に出場。6月にはチーム最高の月間打率333を記録。二塁や三塁も守りユーティリティープレイヤーとして活躍した。2007年は6月にメジャー昇格。ダグミント・ケビッチらと一塁のポジションを争い、打率3割前後をキープしていたが、 9月2日の対、タンパベイデビルレーズ戦で、ジェイソン・ハメルから死球を受け右手首を負傷。全治4から6週間と診断されそのままシーズンを終えた。シーズン後の2007年12月3日に戦力外となり、FA となった。2008年1月4日に新シシナティレッツとマイナー契約。5月28日にメジャー昇格を果たし、主に代打で出場していたが、 故障者リスト入りしていたジェフ・ケッピン・ジャーが復帰したため6月22日に戦力外となり3日後にニューヨーク・メッツと契約メッツで4試合に出場後再び戦力外となり7月3日にレッツと再契約した2009年はピッツバーグ・パイレーツ参加のサン・エインディアナポリスシカゴ・ホワイトソックス参加のサンエイ・シャーロットでプレーしたが6月15日に FA となった。6月26日、広島東洋カープが獲得を発表。6月30日、対読売ジャイアンツ戦にて3番、左翼手で来日初出場、同日に来日初本塁打を記録した。9月30日の対横浜ベイスターズ戦で、コルビー・ルイスがバントを失敗し、ベンチでヘルメットを地面に叩きつけた時顔面を負傷した。 15本塁打を放ったものの、オフに自由契約となる。2010年1月13日、東北楽天ゴールデンイーグルスが1年契約、総額5000万円で契約したと発表した。交流戦での古巣、広島戦において、5月14日の試合では2本の2点的自打で、4打点、翌15日には先制ソロに加え延長戦で、決勝的自打を放ち、 この2試合で9打数5安打の打率、556、1本塁打6打点と大活躍し、古巣を見返す働きを示した。しかし、開幕から打撃不振に陥ったため、5月25日に一軍、登録抹消された。10月27日に、矢部慶一、鳥ットリンン宮井で自らともに、 来期の契約を結ばないことが発表された。2011年1月4日、母校であるアラバマ大学のアシスタントコーチに就任した。広島入団時、球団公式サイトでは男前新外国人選手と紹介された。フィリップスが出場していた試合の解説を務めた立川光雄もヘルメットでよく見えませんけど取ったら男前なんですよと語っていた。広島では 左翼手での出場が多かったが、本来の守備位置は、内野で、外野守備には MLB でも3回しかついておらず、お世辞にもうまいとは言えない。広島時代には、フライアーライナーを補給しただけで、ファンから大きな拍手が起きるほどだった。アンディ・フィリップスネームド、アシスタントベースボールコーチアットアラバマ・アリバマ。 クリムゾンタイドハット http コロンスラッシュスラッシュ www.carp.co.jp スラッシュ news09 スラッシュ s-024.html ハット3類にスコットシーボル、スコットマクレーン、1類に栗原健太がいたため、シーボルの不調と打撃強化のためにマクレーンとフィリップスを途中、 獲得したが、本職が三類種の外国人が三人重複する事態となった。なお、マクレーンもシーボルと同時出場する試合で左翼種でのスタメンがあった。木村正都氏、玉園、石井の守りチーム救う、中国新聞、 http://www.chugoku-np.co.jp://carp/2009/cs200907050364.html2010 年4月11日閲覧広島では、投手、保守のどちらかが着用することが多いため、野手登録の選手の着用は、 チームカラーを赤に変えた1975年以降では唯一である。ありがとうございます。